大喜利よろしゅう頼みます。うわー、いやー、こっちには投げてこんといてってお願いやから。うわー、覚えてる、はっきり覚えてる。はい、OK。 じゃあ河合さんから。はい、五歳。おや、これはもう確実に覚えてる。誰ですか？幼稚園の先生。ああ、なるほどね。確かにね。なんかね、名前斉藤先生やったような気がすんねんな、名前は。なんか黒髪のロングのちょっと唇の分厚い先生でした。なんかすごい好きで、その先生のことは言ったことあるかもしれないけど、なんか、じゃあ今から、鬼ごっこしますって言って、先生が、で先生が鬼で、先生が捕まえた子にはほっぺにキスしますみたいな、みんなギャーって言って逃げんねんけど、俺もう好きすぎてその先生の周りずっとぐるぐるしてほんで捕まってイヤーとか言ってて、めっちゃ嬉しかった。下手なんですよね、フェイクがね、めっちゃ嬉しかった。なるほど。僕は、はい、小3。おお、9歳かな。はい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 、これはもう覚えています。綺麗な子でした。同級生。同級生。はいはい。よくね、うん、その子と僕の付き合った子と友達がいるんですよ、女の子友達。うん、この二人と僕と仲良かった男友達で、はい、なんか、なんや、なぜか班ってあったじゃないですか。はい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 、席、うんうんうん、同じ班ってめっちゃ仲良かったんですよ。うん、で僕はこの子が好きだったんですけど、うん、その、僕が僕の後ろの席がその子の友達の席で、はい、でプリントを先生から配られたので後ろに回さないといけない、うん、それなんか勢い余ってで、その後ろの子が取りに来てて、はいはいはい、こう振り返った時にチュッてキスしてしまう、はいはいはい、友達の子、はいはい、でそれが原因で何かがもつれたことはないって、はいはい、なぜなら、うん、向こうの眼中にないからそのこと、でもそういうところに話すときさ、あんでそれの時の訴訟がまだ今続いてるんです。もう大変だ。揉めに揉めて。揉めに揉めて、全然寝られない。負けそう。折り上げがつかなくて。ハイソンなりそう。ハイソンノーパー。30年経ってやっとハイソンになりそう。懲役くらいそう。入りそう。そう、不良の事故ですって言っても信じてくれない。まあ面会には行くんで心配せんけど。ほんま。はい。なんか持ってきてな。酒こっそり持ってきて。なんで酒や。チャンネル登録お願いします。なんでハモってくんねん。なんでハモったらあかんねん。